パキスタン軍は中国から購入した4隻の軍艦に欠陥があると報告しました。ミサイル発射時に不具合が発生するとのことです。パキスタン海軍が中国から購入した少なくとも4隻のフリゲート艦に欠陥があることが判明しました。これはユーラシア地域、中東、南アジアのニュースを専門に扱うデジタルニュースサイトユーラシアタイムズの報道によるものです。 この調査結果はヨーロッパの国際問題専門家バレリオ・ファブリシの分析に基づいています。ファブリシによるとパキスタンは2005年に中国とズルフィカル級フリゲート艦中国名 F22P を建造する契約を結びました。これらは7億5000万ドル、約1000億円で売却され、2009年から2013年の間に引き渡されました。 そのうちの3隻は中国船舶工業貿易有限公使 CSTC から購入しました。1隻は中国との技術移転契約に基づき、パキスタンの国営軍事企業カラチ造船所とエンジニアリングワークスが建造しました。これらのフリーゲート艦は防空の強化、迎撃用海面戦闘力の強化、そして海上パトロールなどを目的としたものです。このような任務では、 長距離の地対地、地対空ミサイルを搭載する必要があります。しかし、パキスタン海軍は、同艦の HQ-7A 対空ミサイルのミサイルシステムの捜索、追跡レーダーに問題を発見しました。つまり、高出力通信時に誤動作を起こしていたのです。そのため、システムは標的をロックオンできず、標的を正確に攻撃することができないとされています。 そのため、全館合計17個の赤外線センサーの欠陥品は、すべて廃棄せざるを得ませんでした。メインエンジンにも問題があり、廃棄温度の上昇によってエンジンの回転速度が低下するといいます。パブリッシュはエンジンのクランクケースとライナーに高度な劣化が見られ、船内の冷却液の化学的性質が損なわれていた。 潤滑油や防振装置の劣化などもエンジンの不具合の一例だと説明しました。ユーラシアタイムズによると中国製の防衛装備品の問題はよく報告されています。パキスタン軍はインドのロシア製戦車 T90MS に対抗するために2020年に中国から VT4 主力戦車と 203mm 牽引式銃砲を購入していました。 今年2月、パキスタンはこれらの兵器の品質と信頼性にも問題があると報告しました。ヨルダン空軍とバングラディシュ空軍も同じような問題点を訴えました。両者とも中国の航空会社から調達した航空機の性能問題を指摘しました。NTD ジャパンがお伝えしました。